スーツ旅行チャンネルのチャンネル登録者10万人ということですよね。ありがとうございます。まずチャンネル登録とは何かということについてもこのチャンネルで改めてご説明しようと思います。下のあたりに登録者10万人と表示されていると思うんですけども、その脇に、チャンネル登録というふうに赤いマークが出ていればそれを押していただけると私のチャンネルへの登録が完了することなんですけども、そんなもんしなくても別に普通に動画を楽しむことはできます。それは何かというと、チャンネル登録というものを、そこでこう押すことによってですね、私の新しく投稿された動画の通知が携帯電話に来るようになるんですね。チャンネル登録のボタンを押したあと携帯電話であればベルのマークが表示されるんじゃないかと思いますが、そのチリンチリンというベルのマークを押すと新しいスーツ、旅行チャンネルの動画投稿をすぐにチェックすることができます。で、別に、してもらわなくても構わないかなと思ってるんです。元から興味を持っていただけるのであればそんな通知の設定をしてるかどうかなんてどうでもいいんですけども、 YouTube で一般的にその登録者というものの人数がその人の実力を測るということになっております。で、私もしないよりはしていただける方が助かりますので、もしよろしければ私を応援したいと思っていただけるのであればしていただけると幸いです。そんな別に無理してするようなことでは全くないと思っています。10万人に際してですね、このスーツ旅行チャンネルでの基本的なやり方とかを、皆さんに改めて払おうかってお話してもいいのかなと思います。旅行チャンネルの投稿に関しては結構なお金がかかっています。見るとわかりますよね。で、私はやっぱり仕事としてやってますんで、そうすると、収益が上がらない以上は動画を出しづらいわけですが、旅行チャンネルはところで採算取れてるんですかと言われると取れてなくはないです。旅行チャンネルだけでも一応生活はできるとは思うんですけども、やっぱね、ちょっと厳しい、かなり厳しいというか、今の再生数のままでは旅行チャンネルは続けられないと思ってますが、しかしとにかく力を入れて投稿してます。特に最近ではね、私もわかりました。観光地のうんちくとかを細かく述べるっていうことも、それがそれで聞きたいっていう方もおられるのはわかるんですよ。でもね、ちょっとね、今までの旅行チャンネルは、交通とかもそうなんですけど、テンポが悪すぎて、いくら話が早くてもテンポが悪いっていうのはちょっと問題ですよ。しかも旅行チャンネルはそんな早口で喋ってもいませんしね。もうちょっと旅行をしてるような気分に皆さんになっていただきたいと思うんです。私も、やっぱ中学生の時とかニコニコ動画のね、鉄道旅行機とか見て、まずここ行って、これ見て、こうして、ここ次はこう乗って、この列車に乗って、あ、いいなって言って、自分は行けないけれども、他の人が旅行行ってるのを見て行った気になるという思いをしてましたんで、そうなっていただくためにはどうしたらいいか、やっぱりね、現地にじっくりと行って、そこをこう、じーっと案内をするっていうだけじゃなくて、その人の流れを追うっていうこともね、大きな楽しみだと思うんです。だから、こういう風な、こう、流れをこう、楽しむようなチャンネルできたらいいのかなと思います。ただそれは、別に鉄道チャンネルとは違うので、路線の解説をするか、そういったことではありません。例えばこの間、伊豆大島に行きました。伊豆大島から熱海に行って、その後東京に戻りました。そういった工程の動画を、投稿するっていうのは楽しいんじゃないかな。東京からね、こう一旦、ここ行った後、ちょっと天気悪いからこっち行ってみよう、寄り道とかね。そういうものがなんかリアル感があっていいのかなという気がします。またなかなか体力を使うようなことをね、挑戦してみたいと思っています。今後は山に登ったり、普通の人はなかなか山登りというのは、ハードルが高いわけですけども、私まだ一応若いですから、そんなにね、険しいところとか、難しいところはやりませんけども、簡単に行けるようなところとか、ちゃんと装備を持っていれば、気をつければ行けるような登山とかもね、需要はあるのかなと思っているところです。で、この背広チャンネルはですね、間違えた、旅行チャンネルは、なぜやってるのかというと、交通チャンネルが、当分別にそんな予兆はないんですけども、やはりネタ切れというものを起こすんではないかということは前から心配してるんですね。で、切れても、同じようなことを2回紹介しても、2回目もまたね、視聴者の皆さんは、楽しんでいただけてるってことは分かってるんです。同じ内容を2回取り上げたからといって、すぐに、それが見られなくなるってことはないんですよ。だけど、やっぱり、新しいことをずっとやり続けなきゃいけないという時に、鉄道のネタ、まだまだ、あと2、3年は大丈夫ですよ。多分ね、全然平気ですし、2、3年後もきっと新しいネタがあるでしょうから、潰れるってことは多分ないとは思うんですけども、ただやっぱりそれだけでは、ちょっと心配だということもありまして、また私自身旅行の知識はかなり多く持っているし、別に乗り物だけに私はずっと乗ってきたわけじゃないし、それから旅行チャンネルの方が個人的にやっていて楽しいとも思っております。鉄道をね、ただ乗って乗るだけで終わりっていうのもなんかつまんないじゃないですか。だから個人的に、もっと将来を見据えてこの旅行チャンネルには大きくなってもらわないと困るんですね。で、大きくするのは私であって、視聴者の皆さんにどうか旅行チャンネルを見てくださいってお願いするのは違うと思うんですよ。面白ければ視聴者の人は見てくれるし、どれだけお願いしてもつまらないものは見られないです。そんなの分かってます。だから私としても、こういうふうな、ね、考えでやってて、旅行チャンネルのことについては今後もいろいろとお話を伺っていくつもりですので、視聴者の皆さんもですね、私からよく旅行チャンネルについて意見を求める
コメントがね、来ると思うんですけど、よろしければ気楽に辛口でも結構ですから、ご意見を頂戴できると幸いです。食べ物とかね、多いじゃないですか。私、食べ物って、全く興味ないわけじゃないですよ。地元の名物とかね、ここの特産品はなんとかそれを食べるっていうのは好きですけども、ただ、多分、そんなグルメな方ではね、ないと思うんですよ、本来。だから、あんまり食べ物とかは、今まで、興味はなかったし、普段も適当な食生活してるんですよ。まあ、バランスだけ考えた適当な食生活してるんですけど、でも、やっぱり、食べ物を紹介するっていうのはね、需要が大きいんで、別に自分の嫌いなことやってるわけじゃないですよ。美味しいもの食べるのね、好きですから。だけども、食べ物を中心にしようとかね、そういうことは最近はいろいろ考えるようにはしてきています。それから、旅行チャンネルは結構ですね、私も力を込めているということを言いましたけども、経営学部でね、大学で授業やってると、マトリックスっていうのがあるんですが、こう、画面をですね、上下4つにこう分割してみて考えてくださいね。で、4種類ありまして、ですね、花形、金のなる木、問題児、負け犬っていうのがあるんですよ。で、こういう分け方でして、それぞれの会社がやっている事業をその4つに分類してみましょうってことなんです。まず、金のなる木というのは何かというと、もう完成していて、それをやっているだけで利益がバンバン上がってくるもの。それから、花形というのは今まさに成長しつつあるもの、その市場自体も成長しているし、その自分もまたその中で成長していけているものを花形といって、今後将来すごいこいつは期待できる、将来は金のなる木という事業になるだろうというふうに思われているもの花形。そして、問題児というのは、ですね、事業はすごくうまくいってるんだけど、こっちかな。事業はすごいうまくいってるんだけども、自分はその中であんまり成長しないみたいな、これが問題児というものです。で、こっち巻きちゃい、負け犬というのは、事業もうまくいっていないし、その、自分もうまくいっていないというもの。ごめんなさい、間違えた。業界も、もうこの先あまり将来がないし、自分もその中で売り上げを上げてるわけじゃないもの。で、この、金のなる木っていうのはもう木になってしまっているので、今後将来それが成長するということはあまり見込まれてないんですよ。今なっている実をいかにして、今ここにある木を丁寧に手入れして、そこから実をもいで、それを自分の中で、うまく、こう、長持ちさせていくか、収穫を続けるかという考えは必要なんですけども、金のなる木がさらに大きく茂るということは、あまり、経営学、まあ、少なくともその部分ではね、考えないんですね。で、私は交通チャンネルに関してはもう完成形を見たなと思っています。これ以上、交通チャンネル、まあ大きくなるでしょうけども、そんなになんかもう、大きくするようなことはもう全部やり尽くしたかなと思いますね。JAL のファーストクラスも乗りました。もうファーストクラスは乗りません。もう、これ以上はね、新しい世界に踏み込むって感じでもないから。それから船とかもね、豪華客船。まあ、まだ世界一周クルーズとかそういうのやってないんですけど、まあ、船とか。まあ、あとそれから交通チャンネルでやってないのは、自動車道路系ですね。これも今後やろうと思ってるんですけど、それからあとは、そうだな。まあ、電車ももうね、敷島も乗ってないんですけど、まだ水風七つ星乗ってませんが、でももう JR、なんか急に山陽新幹線の運行状況を私の元に送られてきて、録画が切れちゃって困るんですけどね、こういうのね。まあ、しょうがありません。別にどうやっていいんですか？ここ山陽新幹線と関係ないのにね、それで撮ってるものが目の前で切られる方の気持ちも考えてよと、この携帯電話には思うんですが、まあ、続けます。で、まあ、つまりさっきのこの話をしたのは何なのかっていうと、大学1年生の時にね、最初の頃に習いましたけど、金のなる木とされる、収益を私にもたらしてくれるけれども、将来にあまり期待はできない、もしくは今後ものすごく規模が急成長するとは思えないものを、それを何に投資するかって言ったらば、それをね、花形に投資するんですよ。花形っていうのは今、業界が成長しているところにあって、で、そして、自分もその中でシェアが大きい、その業界の中で優位に立っているというもの、そこに積極的にやることによって、その、花形、まあ、咲いている、若い植物をですね、もっと大きな金のなる木に、成長させようというのが、これが、まあ、そのマトリックス理論なんですけど、で、じゃあ今度、問題児というのもありますね。問題児ってのはこっちの問題児。問題児っていうのは、業界はうまくいってる。だけれども、成長は、自分はその業界の中であまり成長できていないというのが問題児です。で、私は、
この旅行ジャンルはこの問題児に当たると思ってるんです、旅行チャンネルは。それは旅行関係の動画を出してる人って目を向けてみればすごいいっぱいいます。いっぱいいるんですよ。で、私は、視聴者の皆さんの中でね、なんかこう、わかりませんけど、旅行ジャンルとかでね、結構こう、売れてる方だと思っていただいてるかもしれませんが、交通ジャンルに関してはそうなんですけども、旅行という目で見ると、決してそんなことはないです。まあ、せいぜい中堅ぐらいでして、もっとすごいことやってる人はいっぱいいます。いや、すごいことやってるというか、もっとこう、うまくいってる人はね、いっぱいいるんですよ。で、その、なんかトップレベルまでいかなくてもいいんだけど、今の倍ぐらいまでは見てくれる人を増やしてもらえればな、というふうに思ってます。そしたらば、旅行チャンネルの更新自体も、もっと増やせることになります。やっぱどうしてもね、活動資金、というか、そもそもの資金がないと、この旅行チャンネルに回すためのお金がありませんので、鉄道を中心にやり、そこで作ったお金をこの旅行チャンネルで回して旅行チャンネルを大きくするっていう戦略なんですけどね。で、今この問題児となっている旅行チャンネルは、業界は成長してるんだけど、私はその成長の波に乗れてないだろうと思ってる。業界っていうのはつまり旅行チャンネルの YouTuber、いっぱい、ジャンルの YouTuber いっぱい伸びてるし、YouTube 自体も伸びてる中で、いまいちスーツ旅行チャンネルダメだと思って、ここ最近ですね、方針をガラッと転換しました。観光地のレビューとかね、そういうのをやってたね。そうじゃなくて、一つの旅行を一本の動画にまとめて分かりやすく、もちろん、しかし、今まで私が売りとしてきていた、それなりに現地のね、うんちくとか知識とかを紹介すること、まあ、私が間違ったことを言うことも多いんで、そこは、改善しようと日々思っているところなんですけれども、それはですね、引き続き売りとしつつやっていこうということで、この間の伊豆大島、うなぎの動画もそうです。それからあとは、ハワイも、まあそんな感じかな。まあハワイはちょっとね、お会いした美女の方の力を借りてしまったところもありますけれども、それから他にもですね、まあいろいろ出したと思うんですね。山形の温泉もそうです。峠のあれですね、なめ川温泉さんもそうですが、そういうところは、やっぱり、私がもともとですね、自分の知っていた過去の、ここは素晴らしいと、ここ行きゃ間違いないみたいな、その自分の知識を元にして出しているものなんですけども、それ出して、まあ、ホノルルは初めて行きましたが、非常にうまくいっています、今のところ。ね、だから問題児から今ですね、ここ半月ぐらいで、私は花形の方に転換できたと思ってるんですよ。もうだから、旅行チャンネルの登録者の伸びもね、ここ最近では従来の2倍から3倍頃にできましたし、このままの調子でですね、うまいこと続いていくことができればと思っています。基本的にあまりコロコロ方針を変えるというのは呪わしくないと思っているので、私は当面の間この方針でやるつもりですが、その前に今年の夏には旅行チャンネルでですね、一個の旅を一本の動画にまとめるということを言いながら全然違うことをやるんですけども、貧乏旅行というのをやりますが、皆さんももうお伝えはしてるはずですね。旅行チャンネルで、こういう風にお話しするのは初めてだったかもしれませんが、一日の予算を決めて、その限られた予算の中で日本のあちこちを回り楽しんでいくというものです。私の節約の、知識などがそこにはまた反映されることにもなるでしょう。そういった動画もですね、皆さんにまた、見ていただければと思いますが、ただやっぱり、なるべく一日の様子をその動画一本にまとめて分かりやすくテンポよく作ろうという風に思っています。特にテンポよく作ろうと思っています。ただ最近の動画を見ていると逆に早すぎてもうちょっとゆっくり見たいというご意見もたくさん拝見しておりますので、その点についてはですね、いろいろといろんな方の意見を聞きながら、長さはどうするかとかね、そういうのを注意していこうと思っています。だいたいこれぐらいでよろしいでしょうか。10万人、ということでね、せっかく節目にやりますので、私からこのスーツ旅行チャンネルの運営の方針につきまして、大っぴらにお話をさせていただくことにしました。私、でもあれですよ、なんかね、やっぱ自分がどうしても生きるために仕事として旅行してますけども、基本旅行チャンネルは自分の好きなところ行ってますんでね、自分の好きなところじゃないとうまく解説できないから、特に今はそうです。伊豆島もそうだし、なめがわ温泉もそうだし、うなぎだって自分の好きなもの、成田でうなぎ食べたい、名古屋のひつまぶし食べたいなと思ってたからこそ行ったわけです。そんななんていうのかな、無理して旅行してるとかそういう感じのことはないんで、それ心配しないでください。今、おかげさまでとてもうまくいっています。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。